では当院にもたまに来られますが、背中の痛みで肋間神経痛などで病院で言われてご来院される方がいらっしゃいますので、肋間神経についてお話したいと思います。肋間神経というのはこの背骨の胸椎の1番から11番の肋間神経、呼吸などに関連する肋間筋を支配している筋肉になります、神経になります。またお腹の方の腹直筋や腹斜筋の方も司っています。この肋間神経をの異常で背中の痛みなどを訴えて来られる方がいらっしゃいますが、整体ではこの背骨を一個一個調整することで背中の痛みなども楽になります。また呼吸が整体の終わった後に楽になるという方も非常に多いです。それは今お話したような背骨の方のこの関節の動きを良くすることで、あばらやこの胸椎の動きを、あばらを刺すことで痛みも良くなりますし、呼吸も楽になると思います。もし肋間神経痛でお悩みの方がいらっしゃいましたら、根元整体でご覧ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。